の学校もいよいよ終盤、今日は稲刈りです。風や雨で少し倒れている稲もあるんですが、元気に育っているようです。それでは早速稲刈り行ってきます。参加者を募集して稲作体験をする田んぼの学校。無農薬、無化学肥料で昔ながらの手作業でお米作りをします。参加した皆さんが5月に植えた苗は、観察会やかかし作りを経てすくすくと成長し、黄金色の稲穂が実りました。はじめに田んぼの学校のボランティアスタッフから稲の刈り方や束ね方などの指導がありました。今の肩のところへ行って2周回します。2周1回2回2回やってギュッ、この音がするまでギュッギュッとやって縦にするな、こういうことです。説明を受けたら稲刈り開始。最初はスタッフがついて手順を確認しながら作業は進みました。バラバラにならないようにね。私は昨年経験しているので、即戦力として稲刈りに参加のはずだったのですが、おお、あれ慣れてくると昨年の感覚が蘇ってきて、回数を重ねるたびに効率が良くなっていきました。よいしょ。米どころ秋田県出身のプロフィールに恥じないよう一生懸命進めます。参加している皆さんも親子で協力して頑張っていました。いつ雨が降り出してもおかしくない天気でしたが、皆さんで協力してスムーズに稲刈りを終えることができました。稲はこれからおよそ2週間干され、10月6日に脱穀の作業が予定されています。稲刈りやってみてどうだった？楽しかった。楽しかった。難しくなかった？難しくない。何回ぐらいやった？8回ぐらい。おお、すごい。大変じゃなかったですか？いや、ちょっと楽しかった。楽しかった？楽しかった。楽しかった。楽しかった。よかったです。あ、もう腰が痛いです。みさきちゃんはどう？楽しかったです。何が楽しかった？やっぱり切るのが一番楽しかったです。皆さん稲刈りを存分に楽しめたようですね。そしてこの日はもう一つ大切な作業が。今年の基準苗についた実りを数えます。一粒一粒数えるのですが、強風でどこまで数えたかわからなくなり、再び数え直し。とても根気のいる作業です。なぜ数えるのかというと、実りの量、はい、粒の数とキログラムが大体比例するんですけど、粒の数とキログラムが比例する。大体何粒数えたかっていうのを数えると今年の収穫量の予想がつきます。それ毎年大体合ってるんですか？なるほど。今年のお米の出来が分かるとあって、皆さん一粒一粒丁寧に数えていました。またこの日、田んぼの隣ではスタッフの皆さんが昨年収穫したもち米でさつまいものおこわを炊きました。炊きたてのおこわ美味しそう。参加者全員に配られ、皆さんで味わいました。
はい。稲刈りを終え、田んぼの作業も一区切りついたということで、参加者全員で集まって3本締めを行い、この日の作業は終了しました。